参りましょう。セバダバ特別企画、ロシアンルーレットで嘘つきを探せーよーよし。はい、この嘘つきを探せのコーナーは、アエリエの皆さんにロシアンルーレット3本勝負をやっていただきまーす。はーい。考えてありますか、ね、考えてあります。行、はい、きましょう。盛り上がってまいりましょう。ロシアンルーレットよいしょー、はい、盛り上がったね。はい、無理やり。からシュークリームです。こちらですね。はい。せーの、はい。いや、明らかに行こうかしら。ここスマホ食べちゃった。早い早い早いわ。早いよ。出すの出すの、まだ噛まないで。まだ噛まないで。ね。じゃあ行きましょう。食べてもらいましょう。よーい、ドン！来た！これね、ポーカーフェイスを気取ってもらってもいいし、当たってないのに当たったふりをしても OK です。はい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 。うん、え、誰だろう？うんめ。ちょっと待ってね。なんか、うん、ほら、怪しい。今ね、芝居してるかもしれないし。うん、そうだよね。ちょっと全員、一言ずつ、うまいって言ってください。順番に、青木さんから。はい。うまいです。はい。うまい。はい。おいしい。はい。はい。うん、はい。わかりました。もう、もうわかりましたね。何が行われた今。うん、そうですね。ね。うん。多そうだなと思うんですけども、リアルに、でしょ、人がいましたね。だと思うんですけど、いいよね。うん、いいと思う。いいよね。うん、じゃあ、行きましょう。じゃあ、もう、はい、せーの。竹下さん。正解がどうかは。本当です。辛いんだ。辛いよ、辛いよね。めっちゃ辛い。目がすげえ涙ぎ。大丈夫。あー、辛い。辛い。うん、マジ辛いよこれ。そんなわけない。最初先入れちゃったんですよ。先入れましたね。その時も来てて。あ、もうその時入ったんだ。顔が分かる。俺はやばい。だからあんまり喋んなかったね。本当気で喋れない。そんな大きいシュークリームじゃないからね。だってさっき打ち合わせの時はこの少量で。そんな辛くないですって言ってたじゃない。あのサクさんがね、あの常識の範囲内で。あ、常識の範囲は。超えてました。超えてます。汗かいてる。目がさっき出してた。すごい、目がもう試合前のマスクみたいな感じ。すごい表情。すごいこれ。僕も思った。じゃあ食べてもらいましょう。よーい。うんうんうん。うんうんうん。おお、なるほど。あれ、わかんねえ。ごめん。ちょっとわかんない。ね。あの、じゃあ、一個だけ、辛いって言ってもらえますか？じゃあ、青木さんから。辛い。はい。辛い。は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 い。もう、行きましょう。はい、行きましょう。せーの。夢人さん。正解。じゃあ、次は。行きますか。最終戦は激ニガのお茶です。お茶、行きましょう。よーい。来ました。うん。さあ、飲み終わりました。わかんない。ね。あ、やばい。みんなちょっと軽く芝居してるな。やばいぞこれ。わかんない。ちょっとわかんないな。全然わかんないけど、俺的にはね、ごほけはないと思う。うん、もうただ口の周りが苦いから、そうね、口をよく動かしてる人だと思うんだけど、見せてくれてないんだよな。俺もう一回会った気がする。ね、なんかちょっとうつむき加減だったし。うん、演技なのかな。でもね、こういうのって本番中で必ずミラクルが起こるから。なるほどね。うん。なんか連チャンの感想も俺ある気もすんの。いけるよ、どうする。だってあとわかんない。まだやもんね。じゃあ行ってみようか。うん、行くよ。じゃあ竹下さん、せーの、竹下さん。違います。うわー、あったけど、あ、いいんですか。違う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 。うん、美味しかったもん。あ、もう違う。これだ。ミラクルなんだ。あっぱ、そっか、こっちの、ああ、ミラクルこっちだったか。
え、死にそうだよ。こんなじゃん、こんなじゃん。最初は普通なんだよ、そうそうそう。喉越しは。そう。これこれそう、苦に、うわ。うわ、そうそうそう。すごいな。半端じゃないんですよ。しかもこれ、待ってますからね、これでもまだ。